はいどうもー、はい、昨日は井上尚弥やってくれましたね。各紙、スポーツ紙は一面井上尚弥の記事で、ごった返しております。はい、皆さん見ましたか？井上尚弥の、2階級4団体統一王者史上2人目というね、快挙を成し遂げました。はい、では、記事を読んでみたいと思います。史上最速5ヶ月で達成、井上尚弥の2階級4団体制覇、転級わずか2戦の驚異記録、クロフォードは5年かかったっていうね、史上2人目なんですよね。で、日本人としてはもう初めてというねことでございます。スポーツ報知の記事を読んでみたいと思います。プロボクシング世界スーパーバンタム級 55.3キロ以下、4団体統一戦12回戦、 WBC&WBO 王者井上尚弥対、WBA&IBF 王者マーロン・タパレス、26歳の試合が東京有明アリーナで行われました。世界スーパーバンタム級の4団体統一戦が行われ、 WBC&WBO 統一王者の井上尚弥大橋が WBA&IBF 王者マーロン・タパレスフィリピンを10回 KO で破り、昨年のバンタム級に引き続き1階級、上のスーパーバンタム級でも世界主要4団体 WBC、WBA、WBO、IBF の王座を統一する歴史的快挙を果たした。2階級での4団体統一はスーパーライト級ウェルター級で昨年7月に達成したテレンス・クロフォードアメリカに続き史上2人目。井上は最初の4団体統一から2度目の4団体制覇に5年を、要したクロフォードの記録を抜いて史上最速となる、所要5ヶ月での達成を成した。井上は昨年12月のバンタム級4団体王座統一からわずか1年、1階級へのスーパーバンタム級は転級2試合目で4団体制覇を達成した。スーパーバンタム級の4団体統一は今年7月26日に8回 TKO 勝ちでスティーブン・フルトンアメリカから日本のベルトを奪い、井上、井岡和人以来日本人2人目の4階級制覇を達成。そしてちょうど5ヶ月となった、12月26日のタパレス戦で2つのタイトルを手にスーパーバンタム級でも4冠に輝いたというね。はい、なので、井上選手もね、井岡選手も4階級制覇をね、してて、で今回井上選手が、2階級での4階級制覇をしたので日本人としては史上初になりましたね。はい、すごいことでございます。はい、いやーね、早い回で一回ね、ダウンをね、奪いましたよね。早い回で一回ダウンを奪って、このままいけるかなと思ったら、そこからタパレスの驚異の、粘り、ディフェンス力の高さに、ちょっと驚きましたね、私。で、井上選手も途中攻めあぐねてですね、どうやってタパレスのこの防御力を崩していこうかっていうのをいろいろ探り探りしながらいろんな作戦を立ててやってたと思うんですよね。まあタパレスのダウン奪われてからの作戦チェンジでこのディフェンスをね強化した構えに変えて、そこから脅威の粘りを見せてましたよね。
で攻めあぐれてたんですけど、まあ、確実に井上選手も強いパンチと軽いパンチと使い分けてね、ガス欠にならないようにね、いろいろこう考えながらねこうやってたと思うんですよね。やっぱり亀にこうねなられちゃうとね、こうね、なかなか崩せない場合もあるんでね、こう打つ方が、ね、疲れちゃう場合もあるんで、すごい考えながらやってるクレバーな統一戦だったなっていうのをすごい分かって、楽しめましたね、私はね、すごい、本当に面白かった。駆け引きがね、でタパレスもね、全然だからといって諦めてなくて、行く時出てくるし、あと手数稼ぐとか、やっぱクレバーだったり頭使ってんなって、やっぱ強いなって、やっぱ2団体ね王者なだけあるなっていうのをすごい感じましたね。井上選手も試合後の囲みインタビューでタパレスの、ディフェンス力に脱帽してましたけどね、やっぱ本当にさすが二団体チャンピオンだなと。タパレスもあっぱれ、やっぱ井上選手の強さをなんかすごいこう日本ではフューチャーされてますけど、相手も現二団体王者ですからね、弱くはないというね、それにしてもそんなね強い、チャンピオンに対して戦いぶりですからね、こう見てない人は見た方がいいですよ絶対。はい、でまたこの同じね時代にね、この井上選手29歳とか30歳とかですよね、この同じ時代にこう生きてる日本人はもう刺激をね、勇気をもらったと思いますね。でスポーツ選手もね、これをねいい刺激にして自分のね今の置かれている状況のね起爆剤に、力に変えてもらいたいなと思いますね。はい、でちょっとね日刊スポーツの記事で面白い記事があるんで、ちょっとそれもご紹介したいと思います。井上尚弥と大谷翔平、元日ハムの大谷大谷翔平選手の意外な縁と接点というね、未来像から逆算する似通った思考の源流、大橋会長が明かすというね、この記事ちょっと読んでみたいと思います。創刊100年を誇る米老舗、老舗専門誌、ザ・リング選定のパウンド・フォー・パウンド階級を超越した最強の選手のランキング2位にいる井上尚弥30歳と NLB ドジャースに移籍した大谷翔平投手29歳、それぞれのプロ競技で、世界に名を轟かせる両者には意外な縁と接点がある。井上が所属する大橋ジム、大橋秀行会長58歳は怪物2人の関係性を明かした。井上はスペシャルな世界王者になるにはどうしたらいいかと、数年先を描く未来像を頭で逆算し練習に取り組む意識が常にある。ジムワークは1日2時間から3時間、いかに考えて濃くするか常に考えている。遠い目標をセットすれば2から3時間で考える差が1年後2年後、大きく出る。漠然とやる人と考えながらやる人の3年から5年後はとてつもない差になる。目先ではなくどうなりたいかという練習が必要なのかを積み重ねる。どうなりたいか、どういう練習が必要なのかを積み重ねる。大谷が花巻東高時代に作っていた目標達成シート、大谷ノートは有名だ。ね、ちょっとこうすごいね、あるんですよ、チャートがね。マス目の中央に最大目標を記し、それを達成するために、必要な行動と要素を細かく具体的に整理するチャートだ。アスリートとしてのメンタル強化、気持ちを整える方法だが、井上の未来像から逆算する考えと類似点がある。この両者の思考の源流には大橋会長の存在がある。同会長によると、信仰の深いイメージトレーニング
指導者の主催イベントに出席し、メンタル強化の講演を行った。その受講者の一人に花巻東 OB で当時は西武に在籍していた現NLB ブルージェイズ菊池雄星投手が受講していた。同会長は、私の講義を、契機に菊池選手がそのイメトレ教材を自費で購入し花巻東に送ったそう。その当時、野球部に、在籍していたのが大谷投手なのですと明かす。大橋会長は井上の、精神力は最強と称し、個別にメンタル強化の指導はしていないという。それでも同会長は時あるごとに私が話していることに耳を、話していることを耳にし行動している姿、井上選手がね見て、聞いて実践してくれているのが分かる。アスリートとして井上、大谷の、メンタルがどこか似通っているのもうなずけると明かすというね。両者には交流がある。18年12月の日本プロスポーツ大賞授賞式で初めて対面。エンゼルス1年目の大谷が大賞、世界3階級制覇した井上が殊勲賞を贈られた。井上と日ハム時代の大谷は芸能マネージメントも同じで、マネージャーも同一人物。19年1月には東京品川区の鉄板焼き店で水原一平通訳の方、井上のマネージャーを交えた4人で食事を開いた。井上が19年5月、エマヌエル・ロドリゲス・プエルトルコ戦で2回 TKO 勝ちをし、 WBA ・ IBF 世界バンタム級王者となった際、大谷から祝福メッセージも受け取っている関係性でもある。大橋会長は20年、大谷の実施の結婚式に、元世界3階級制覇王者八重樫、トレーナー40と出席した。この結婚式で同会長は忘れられない思い出がある。大谷の選手から先日、空港で井上さんと会いましたよと言われたのですが、その声と話し方が直哉そっくりでしたと。初対面だった八重樫も会うのは初めてではないですよねというほどだった。本当にどこか似ていると感慨深く振り返ったという。タパレス戦で井上は大谷の存在を問われ、常にニュースから大谷の活躍を見るたびに刺激を受ける。ただジャンルは違いますし、僕はボクシングで頂点を極め、さらに上に行けたらと思います。すごく良い刺激を受けていますと口にした。両者は織りなす不思議な縁と接点を見れば、それぞれプロ競技で世界から注目される存在になっている理由も納得できるというね。なかなか面白い、記事だと思います。やっぱりこれだけのことを成し得る選手には共通点があるということですよね。もう本当に未来を、自分がなりたい未来を想像して、それを逆算して、今やるべきことが何なのかっていうのをね、精査して、もう本当に一生懸命この競技に集中して取り組んでる、その姿勢がこの2人のですね、実直な格闘技や野球に対する姿勢がこの、2人を生んでるんではないかなと、私はこのね記事を見てもね、ますますそう思いますし、これを皆さんでね、横に広げてもらって、今頑張ってる人とかね、うまくいかないね、不満があることなんて世の中いっぱいありますからね、スポーツだけでもないし、本当に社会全体が今大変なご時世ですから、ね、まあ、このこういう、ね、記事をねちょっとパワーにね変えてもらえればななんて思ってちょっと紹介しました。はい、まあ、特に今スポーツ選手であがいてる選手なんかもね、こういう大谷選手、井上尚弥選手、同じ時代に同じ黄色人種で日本人でこうやっているっていうことに勇気をもらったらどうかなと思います。勇気をもらえますよね、うん、でましてや、ハーフでも何でもないからね、この2人はね。
日本人ですからね、多分生粋の日本人だと思います。まあまあ日本人じゃないにしても黄色人種には間違いないわけで、まあ、そんなね、選手がねこうやってね、すごい快挙をね、記録をね塗り替ええー、まくっているという現状に刺激を受けない方がおかしいし、昔で言ったらね、だらだら大長島や力道山先生やね、キックの、ね、沢村さんとか、まあ、そんななんか分かんないですけど、まあ、昔もそういうね、こういうそういうなんていうのかな、この今もこの時代の変わり目ですけど、昔もねそういう時にはスター選手がドーンとね出てきてましたしね、本当に、日本人頑張りましょうということで、今日は、昨日の井上尚弥選手、史上2人目、4団体2階級4団体、制覇の快挙をご紹介いたしました、ね、誇らしいですね、すごい、井上選手おめでとうございます。そして、大橋会長、僕もね親交深いですけど、大橋さんの若かりし頃は大橋さんのジムでね、まだ今みたいにでっかいジムじゃない時に、すごいすごい小さいジムの頃によくね、UWF にいながらも大橋ジムに夜通わせていただいて練習を積んでた時期がありまして、大橋さんとは親交があるんですけども、まあ、うちの遠藤来輝とか、山本空なんかもね一度出稽古にね行かせていただいて、その時も井上チャンピオンのね練習してるところとか、井上チャンピオンはそこにいてね、まあ、そういうその熱だとか空気感みたいなのもね味わわせていただいたりとかね、しましたんでね。で井上チャンプがミット持ってもらってる、トレーナー、同じトレーナーにねミット持ってもらったりとかね、もうそういう経験もしました。はい、まあ、そんなこんなでね、空や遠藤もね刺激を受けたと思いますんでね、うちの若い、総合ですけどこっちはね、その選手たちにも刺激を与えてくれたんではないかなと。でまた刺激をもらわなきゃいけないですよね、現役選手はね。でまたプロを目指す、今からプロを目指してる人たちも自分でもできるんだって、ね、思って、同じ人間なんだから自分でもできるんだと思って、自分の可能性を信じて、そしてそれ今教えてもらってるお師匠さんをね信じて、お師匠さんの言うことをちゃんと聞いて、ね、さっきの記事でも大橋さんの言ってることをちゃんと聞いて自分に、ね、取り込んで頑張ってるっていうのがね、大橋さんも分かると。必要以上に何かを強制したりとかっていうのはないんだけど、そういうアドバイスをしてることをちゃんと聞き入れてると、まあ、聞く耳を持つっていうね、素直なね気持ちが、この今のこれだけを成し得ている井上チャンプや大谷選手でさえそういうところがあるということですよね、だから何よりも僕は才能があるないって言ったら、素直なね気持ちがある子が伸びると思うんですよね、何やるんでも。本当に素直な気持ちで一生懸命実直にその自分が一番やりたいことに取り組む、その姿はね周りに言わなくてもおテントさん見てますからね。そしたらもう不思議とね、そういうシチュエーションが巡り巡ってきてね、いいアイデアが浮かんできたり、ね、いいトレーニング環境になったりね、いい感じになっていくんですよ、人生ね。僕はそう思います。はい、なので、まあ、この、ね、快挙をね、ぜひ皆さんね、刺激にして、今日からまたね、いろんな人生、おのおのの目標や夢に向かって、頑張ってもらえたらなと思います。はい、ということで、本日は以上となります。まあ、今年も残すところ、あとね、わずかですけどね。皆さん頑張っていきましょう。それではバイバイ。